逃げ場はないか。やつはどこだ。待て。お前たちはもちろん俺を知っていて追ってるんだよな。関ヶ原へ。我々から逃げられると思うな。関ヶ原、なぜ俺を追う。答えろ。死にたいようだ。待て。お前が別次元から来た人間だからだ。別次元？ふざけるなよ。きちんと教えろ。無駄な抵抗はやめて投降するんだ。喋る気がないならそれこそ時間の無駄だな。別の次元なんて本気で言ってるのか。だが俺には否定する根拠も確信もない。過去の記憶がないんだからな。よし、生きてるな。ちゃんと銃のパワーはスタンモードだ。しかしお前たちは何者なんだ。何か手がかりになるものを持っていないか。ポケットに手錠、それとこれは通信機。でかいな。あとは財布ぐらいか。悪いが通信機と財布は借りていく。交通機関は張られている。川沿いを行くか。その前に何か腹に入れよう。2日前路地裏で目覚めたあの時からずっと逃げ回ってろくに食ってない。ここはどこだ。なぜこんな場所に。何も思い出せない。なんだこれは。銃か。どうして俺がこんなものを。おい、あんた、大丈夫か？息をしてない。一体、何があったんだ？ダメだ、全く覚えていない。まさか俺がやったのか？腹部から出血している。死因はこの銃創と見て、まず間違いないだろう。俺が倒れていた場所だ。薬か。俺の持ち物の可能性は高いな。
そうだ、あの死体の所持品に手がかりがないだろうか。スカートのポケットに何かある。数字の羅列が書かれた紙。周囲に他の手がかりはないか。ここには何もなさそうだ。自分のポケットを調べてなかったな。手帳、生徒手帳と、これは鍵か。封筒が落ちている。これは関係があるものか。中身は濡れてないようだ。森村千尋、間違いない。撃たれているのはこの女性だ。この辺りだ。そこを見てみよう。誰かが来るぞ。言い逃れできる状況じゃない。向こうから逃げた方が。その裏路地も調べよう。こっちからも隠れなければ。これはひどいな。奴はどこに行った。銃を持っている。危険だ。発砲も許可が下りた。速やかに処理しなければ。遠くに逃げられては厄介だ。本部に連絡してここは処理させる。頼む。我々は交通機関に先回りしよう。どうやら俺を探してるようだ。状況から見れば俺が犯人だ。なぜ覚えていない。ともかくはっきりするまで捕まるのはまずい。これからどうすればいい。このまま記憶が戻らなければ俺はどうなるんだ。おい。なんだ。こんな寂しいところはかえって目立つぞ。人が多い場所へ逃げろ。仕組みはわからないが、あいつらあんたの居場所がおおよそわかる。
君は何者だ。あんたに預かった荷物を返しに来た。俺の荷物？あそこに置いといた。君は誰だ。俺を知っているのか。ダメだ、何も聞くな。こっちもヤバいんだ。詮索はなしだ。荷物を確認しろ。じゃあな。俺の荷物だって。いや、こんなメッセージどう思うだろうな。芝居がかって悪いが、そうも言ってられない。見てわかるな。俺は関ヶ原へ。お前だ。予測通りの状況なら、俺は記憶をなくした自分に話しかけて、時間がない。重要な点だけを伝える。そこはお前の世界じゃない。別世界から来た人間だ。この世界には一時的な滞在の計画だったんだ。だが事故があった。それなりに深刻な、ね、何人も囚われて戻れなくなっている。俺、つまりお前もその一人だ。悲観するな。脱出する方法はある。だがここでは言えない。わかるだろう。この記録も奴らに見られる。別の場所に隠した。俺にはわかるように隠したつもりだ。探してくれ。ともかく捕まるな。脱出できなくなる。俺を信用しろ。選択を誤るなよ。信じられるか。だが黒服も同じような話をしていたな。ともかくここから移動しよう。さっきの少女が言ったのが本当ならここにいては危ない。時々ふっと感じちゃうんだ。不思議な違和感。一目惚れしちゃったなんて笑われないかな。まるでアニメにハマった子供の見る夢だ。私とあなた友達。この日のために訓練してきた。騎兵ならあんなもの。どうしたんだろう、なっちゃん。俺このホーム2回目なんだ。こういう気持ち知らなかったの。半年も探していた。悪かったな、リーゼント。私は如月トミ。真実を知りたい、それだけです。悪魔とだって契約してもいい。なぜこんな場所に。